ングレー。私の仲間があの場所に向かって、お前たちにはしばらく付き合ってもらう。そうはいくかよ。今日こそ決着をつけてやる。やろう、カイ君。私ですね。頑張ろう。共に戦おう。了解だ。どう攻めるか。わかりました。了解だ。了解だ。レベルアップしちゃった。感謝します。私ですね。了解だ。ベストを尽くさせてもらう。私の番だな。スターリーフレア。明日が見えるわ。行くぞ。行くよ。行くよ。行きます。了解だ。それ。ありがとうございます。どう攻めるか。そら、助かった。共に戦おう。行くぞ。行くよ。頑張ります。えい。助かったぜ。行くぞ。行くよ。わかりました。共に戦おう。えいや。ベストを尽くさせてもらう。わかりました。行くよ。
私ですね。頑張ろう。トリア。どう攻めるか。僕の番だ。僕の番だ。ソル。すまない。わかりました。行きます。どう攻めるか。強くなったかな。了解。ヒートリア。マリさん順調だね。おお、もっと強くなる。僕の番だ。ベストを尽くさせてもらう。行くぞ。行きます。了解。てや。マリさん順調だね。もっと強くなる。どう攻めるか。行くぞ。どう攻めるか。ソラ。すみません。わかった。僕の番だ。チェイス。どう攻めるか。
僕の番だ。ベストを尽くさせてもらう。わかった。ベストを尽くさせてもらう。そう。喜ばしいことです。いくよ。了解了解。とりゃ。もう行きます。行くぞ。は？礼を言おう。行くぞ。マスターフレア。ベストを尽くさせてもらう。レベルアップだ。レベルアップしちゃった。感謝します。了解。いくよ。マリさん順調だね。私ですね。どう攻めるか。僕の番だ。頑張ります。頑張ろう。そう、ありがとうございます。どう攻めるか。僕の番だ。僕の番だ。僕の番だ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。はっ。僕の番だ。行くぞ。私ですね。レベルアップしました。さらなる高みへ。
やったぜリリアム、早速封刃を。いや、今は一刻も惜しい。洞窟の中に向かおう。え、じゃスティングレーはどうするの？心残りだが、簡易的にバインドの力を封じて、そのあたりの物陰に転がしておこう。あの、私が見張っておきましょうか？できればそうしてほしいが、仲間の正体がわからない以上、戦力をかけたくない。あ、わかりました。了解。わかりました。私は冒険部の連中と戦っていたの。くそ、見てなさい、このままじゃ済まさない。しかもオプタの遺跡と同じ作りだってんだから。リリー、知らなかったの？ああ、この作り、父上に関係があるのは間違いない。父上はなぜ教えてくれなかったのだ？きっと事情があったんですよ。お父様がリリー先輩を騙すようなことするはずありません。ありがとう。見てください、あそこがゴールみたいです。ここはまるで何かの祭壇のようだ。あ、みんなあそこを見て。あれが地図に書かれた印の理由か。確かにその通りだ。敵はどこに行った？ま、案ずるより産むが易しだ。近づいてみようぜ。なんだ。バッド、準備します。知れません。敵はおそらくこいつに遭遇したのだな。くそ、ここで諦めるわけには。おい、みんな。入り口を見ろ。なぜここにいる？戒めの魔法はどうしたのだ？あれくらいの魔法なら私のバインドで外せるわ。時間はかかったけど。うっそ。シャーリーが
スティングレイ。今まで散々人をコケにしてくれちゃって、でもこれでおしまいよ。私たちの援護をしてくれたの？ねえリリーさん、どうせどこかで見ているんでしょ。よく聞きなさい。私はもう利用されない。今から私はこっち側につくわ。シャーリー、何をぼーっとしてるの。早く追い打ちをかけなさい。行くぞみんな、シャーリーの開いた突破口に続くんだ。ベストを尽くさせてもらう。私でいいのだな。よろしくね。頑張ります。どう攻めるか。わかった。くらえ。ベストを尽くさせてもらう。喜ばしいことです。頑張ろう。頑張ります。了解だ。
了解だ。わかった。僕の番だ。行くぞ。僕の番だ。助かったぜ。共に戦おう。マスターフリア。どう攻めるか。行くぞ。僕の番だ。感謝します。わかった。くらえ。私ですね。攻めるか。どう攻めるか。了解。僕の番だ。行こう。わかった。どうだ。行きます。行くぞ。おー。
攻めるか。了解だ。頑張ろう。わかりました。共に戦おう。くらえ。僕の番だ。しゃい。すまぬ。当たりません。行くぞ。順調だね。私ですね。どうですか。私の番だな。くらえ。僕の番だ。行くぞ。頑張ります。行くぞ。了解。とりゃ。了解だ。行くぞ。高らかに。しかしこのモンスターは何だったというんだ。そうだな。そこまでして守ろうとしたアイテムがこれか。かすかに父上の匂いがする。リリの音、逃げなきゃ。ここ善行寺の旅館。あれ、体が痛くないわ。怪我も治ってる。
さすが運動能力が高いものは回復力も高いな。エイジ、リリアム、他のみんなは？花火だったのね。ソラ、お土産の綿飴だ。あ、どうも。私、バインドを剥がされたのね。高熱の狩人グリーデン、呪いは泣くことができない。お前のバインドは寝てる間に封刃録に入れさせてもらった。侵食はかなり深かった。あの遺跡に正気で来られたのが不思議なほどだ。よっぽど強い精神力を持ってるようだな。強くなんかないわ。まんまと騙された、ただのバカ女よ。教えてくれ、敵はどんな奴なのか、何が目的なのか。目的はわからないわ。私の復讐のためにこれをしろって話しか聞いてない。でもどんな奴かはわかるわ。一人はローブをかぶった奴、もう一人はアガレスタの学生よ。それは一体誰だ？確か名前はレイ、学生会長レイ・ビーテック。なんと！どうしたのだ、いきなり。しまった、僕ともあろうものが。このグラスはカイトスからもらった。彼に何か不吉なことが起きなきゃいいけど。不機嫌だな、ビオレッタ。今日はレイに会えなかったの。レイ？川で会った彼か？うん、約束してたわけじゃないけど待ってたのに残念だわ。川に出かけていいかと聞いたのはそのためか。あがくの制服だったな。少年たちが帰ってきたら聞いてみたらどうだ。連絡先がわかればいつでも誘えるだろ。それはいいアイデアだわ。ありがとう、川田さん。どうした？今何か良くない気配がしたわ。良くない力の気配が。説明は以上。今夜より行動を開始する。おーい！では現場でのサポートは頼みましたよ、先生。この銃で狙い撃つわ。
ーリーさんが加わって活気づく私たち冒険部。でも次なる敵の罠はもうそこまで迫っていたのです。次回パステルチャイム3マインドシーカー第7話ハードトラップ、解き放て運命のバインド。逃げ切った。残念だったな。勘弁してくれ。俺が何をしたんだ。悪だ。ルールから外れ弱者を蔑み、暴力によって我欲を通す。お前の存在そのものが悪だ。よって僕と僕のバインドが叱るべき罰を与える。許してくれ。頼む。改心するから。この通りだ。土下座なんて無駄だ。罪は罪として正しく裁きを受けろ。頼む。頼みます。お願いだ。どうか許してくれ。僕許して。許してくれ。頼むよ。許して。やめろ。僕にはもう罪などない。僕は正義なんだ。あの夢、僕はまだ罪の意識から逃れてないというのか。今だけじゃ足りない。もっとだ。もっと正義を行わなければ。どうした？今レイの声が聞こえた気がして。会えなくて気になるのはわかるが、熱が下がるまで安静にしてないとな。うん、わかってる。レイ大丈夫かな。背中
ハードトラップ。